名列車で行こう。電車紹介。名鉄編1。おはこんばんにちは。僕は名鉄の特急パノラマスーパーこと連携です。僕の後ろに必ずいるのは、どうもパノラマスーパーこと1200系です。本日もご乗車ありがとうございます。この動画は名鉄の名列車や名列車を紹介する動画です。名列車シリーズではすでに犠牲もとい、ネタになってる電車が多いですが、昔々の電車も紹介したいと思います。もちろん視聴料金なんて取りませんよ。ただ面白ければいいのです。僕は司会や解説を務めさせてもらいます。私も解説をします。前景さんがいない時や前景さんもわからない時に私が務めさせてもらいます。わらわら。ではまずこの電車に注目したいと思います。回こと2000系さんです。どうも、私が2000系ニュース回です。今回は2000系さんにお話ししてもらいましょう。私は2005年に中部国際空港へのアクセス特急専用車両としてデビューしました。1600系さんが試験走行を重ねてきた車体傾斜制御装置を実用化し、到達時分の短縮を図り、名古屋から中部国際空港まで最速28分で結んでいます。そして2005年にはベッドデザイン賞を、翌年には鉄道友の会ノーベル賞を受賞しました。ニュース会という愛称がついたのは公募により付けられたのです。余談ですが、小さい子が1300系は似てるけど、2200系は特別車でドアが2つしかないからね。2300系は一般車でドアが3つあるからね。長い余談終了。制御方式は1600系さんに名鉄の特急車として初めて採用した VVVF インバーター制御 IGBT 素子で、170kW クラスの主電動機3台と組む。ブレーキは回生ブレーキ併用全電気指令式、パンタグラフはシングルアーム型が搭載されてます。ところでニュース解散のニューチケットがいるんですよね。おいくらですか？年齢、距離、関係なしで1人1乗車350円です。ですので特別車に乗るときは長い距離で長い時間乗車した方がお得ですよ。浮き主はどこいらのオレンジの会社の特急料金より名鉄の方が安いと思ってたそうですが、調べるといろいろあってよくわかりません。でも名鉄の方が安いのは確かです。2000計算気をつけてください。本社から呼び出されますよ。そういや防犯装置を強化したんだっけ？はい、電車に対する暴言や悪口は本社に通報され呼び出されます。名鉄もめんどくさいことをするな。あー、それじゃだ。今出演中の2000系くん、たった今ゲイヤーズから苦情が来た。今すぐ本社に来ること。
それと、めんどくさいとら、なんだ。あとで、ゆっくり聞かせてもらおうか。以上。そんな。だから言ったのに。今日は、私が主役なのに。南無阿弥陀仏。わらわら。なんだ？ウビー主が。どんまい。だって。言っちゃいましたね。最後めちゃくちゃでしたが、今回は、この辺で終わらさせていただきます。どうでしたか？初めてなので、おかしいとこや、誤ったことを言っているか、心配ですが、今回は、お試し気分でやりました。好評であれば、次回もやりたいと思います。好評だった時のために、次回予告です。です。大体は、想像できるかな？今のって、あの子だよね。イエス。次回は、その子の、過去に注目します。どうぞ、ご期待ください。それでは、次会う日まで。さようなら。今回は車両紹介ということで。